シュバイクハイムはドイツビュルテンベルク州レムスムル郡に属す町村である。この町はシュトットガルト地方及びシュトットガルト大都市圏に属す。シュバイクハイムの集落は群長所在地バイブリンゲンの中心部から北北東に約 5km 離れており、カジュエン、野原、ツィプフェルバッハ川の包みに沿った森に覆われた丘に囲まれている。 スイプフェルバッハ川は、東のビネン年ンからこの町に流れ込み、この町を横断した後、北西に向かってネッカー川に合流する。町域は、海抜250メートルから370メートルに一致している。これは、ほぼ完全にネッカー盆地に含まれており、主にその海外年であるイネラーバックナンガー盆地に属す。南東端は、オイセラーバックナング盆地の丘陵を越え、一部は、 ベルグレンの北西市脈に達する。これは、自然地域区分上は、隣のシュルバルト及びベルツハイムの森に属す。自治体シュバイクハイムに属すのは、同盟の地区だけである。出展、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベックこの町は、南西から西を経由して北西までは、バイブリンゲン、北東は、ロイテンバッハ、東から、南東は、ビネンデン、南は、 短い区間であるがコルプと境を接している。発掘は新石器時代のチープフェルバッハ側の谷で定住が行われていたことを証明している。青銅器時代後期あるいは鉄器時代初期にはケルト人がここに住んでいたが紀元前後にローマ人によって追い払われた。シュバイクハイムからアッフェルターバッハに通じるローマ街道は現在も交通量の多い道である。 260年頃ゲルマン人がローマ人を駆逐した。その後フランク人とアレマン人の生活圏の境界がシュバイクハイム近くを通っていた。853年、ベルクシトラーセ沿いのロルシ帝国修道院の文書中に初めて水人キムと記載された。年代は不明だが、ビュルテンベルク博がエーバースベルク家からこの集落を購入した。両方分割によりシュバイクハイムは、 アムトバイプリンゲンに属し、1463年からアムトヴィネンゲンに属した。30年戦争の間に多くの人がペストで死亡した。フランスの侵攻によりシュバイクハイムは1693年7月29日に放火された。19世紀末に鉄道建設が始まった。シュバイクハイムは 農業主体の村から工業の町及び労働者の住宅地へと変化していった。現在、シュバイクハイムは業績の優れた商業、主工業、工業系企業が進出する近代的な町となっている。シュバイクハイムは1813年にまずオーバーアームとバイプリンゲンに属し、1934年からバイブリンゲン群、1973年から 新たに創設された、レムスムルグにへと帰属を変えた。シュバイクハイムのニックネームは、シュラッポーラで、30年戦争の頃からそう呼ばれている。当時スウェーデン軍がシュバイクハイムを略奪しようとした時、シュバイクハイムの人々は貧しい印として、ズボンのポケットを外に向けてひっくり返して、スウェーデン軍に抵抗した。これが、動物の垂れ耳のように見えたことから、 シュバイクハイムの人々は周辺でこう呼ばれるようになった。シュバイクハイムでは1353年から独自の教会が証明されている。それ以前はジーギルハウゼンの教区に組み込まれていた。現在のマウリディウス教会は1487年に建設された。ビュルテンベルクによる宗教改革の実施に伴いシュバイクハイムは福音主義ルター派に改修した。 1945年以後、故郷を追われた人々によって、多くのローマエコールカトリック信者がシュバイクハイムに流入したため、聖マリアヒルフェデアクリステンでカトリックの礼拝が行われた。この二大宗派の他に、福音主義自由教会や新使徒派教会もシュバイクハイムにある。シュバイクハイムの町議会は、選挙で選出された18人の名誉職の議員と、 議長を務める町長で構成されている。町長は議会において投票権を有している。シュバイクハイムの紋章は赤字に斜め十字に組み合わされた金色のまっすぐな行政官の杖と金色の橋が曲がった修道院長杖。行政官の杖はかつてのピュルテンベルクの世俗のアムトビ年々及びバイブリンゲンへの貴族を表している。そのフォークとはシュバイクハイムに対する 指揮権を有しており、司法権を行使した。修道院長の杖は、シュバイクハイムが、バックナング修道院はじめ、様々な政界機関との歴史的な関係を、示している。2年に一度開催されるシュバイクハイムのフレッケンフェストは、周辺で最も重要な祭りとされている。この祭りは通常土曜日から月曜日までの3日間、開催される。シュバイクハイム駅、 シュバイクハイムはアウトバーン風に拡充された連邦道 B14 号線のインターチェンジがある交通の便が良い場所に立地している。B14 号線経由で直接迅速にシュートシュトットガルト群長所在地バイブリンゲンビネンデンに行くことができる。B14 号線のロイテンバッハまでの延伸工事によって顕著な交通量減少が見られた。シュバイクハイムは バス路線2 1 0番及び389番によって周辺地域と結ばれている。さらに、シュバイクハイム駅でシュトットガルト S バーンの S3 号線にも接続している。シュバイクハイムのベルクレアル修レを伴う基礎家庭、本家庭学校は2013年、2014年の学期からゲマインシャフツ修レになった。この学校形態は あらゆる教育過程を与えるものである。アルテ・シュミーデ・シュバイクハイム・シュバイクハイムは、アルテ・シュミーデの他に、シュバイクハイムの歴史や、かつての職人仕事を紹介する、郷土博物館を新たに開館した。ベルクレアル・シュレは、ドイツ内でも、バーデン・ビュルテンベルク州特有の学校形態で、本家庭学校の、第9、または、第10学年終了の生徒から選抜で、 第10学年以降の中東教育クラスに、進学できる制度及びその過程。スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク。ベボケルーング・ナウハ・ナッシュ・ナラ・タット・ウン・ト・ガッシュ・レッシュと、AM31 ・デト・センバー2020。フラッシュサイト1996・ナウハ・トツ・フリーチャー、ン・テング。スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク・シュウェイックハイム。2018年12月11日閲覧。 ジェミン・ラッツェワーラン2014スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベル・タンベックシュエイクハイム2018年12月12日閲覧ゲマインデ・シュウエイクハイム・12 12ゲメインデ・ワッペン2018年12月13日閲覧ゲマインデ・シュウエイクハイム・パートナー・ジェメインド2018年12月13日閲覧ルート・ビヒ・ユーランド・ジェメイン・シャフ・フェツシュル 2018年12月13日閲覧。アルトシュミドシュエイックハイムプロクシピーディア。2018年12月13日閲覧。ハイマトミューズムシュエイックハイムプロクシピーディア。2018年12月13日閲覧。ありがとうございます。